東京キリスト教大学は、千葉県印西市内や3の301の5の1に、本部を置く日本の私立大学である。1990年に設置された。大学の略称は特。日本で、唯一の福音主義プロテスタント長教派の4年生、進学大学である。学部は、進学部のみの短科大学で、学科は、進学科と、 国際キリスト教福祉学科を要する。進学科には、進学の教育、研究のための進学専攻、教会における牧師を要請する、教会教職専攻とアジア進学コース、シニアコース及び日本選挙コースの2専攻、3コースがあり、国際キリスト教福祉学科には異文化理解と、国際関係に協調点を置いた国際、 キリスト教学専攻と介護福祉士を目指すキリスト教福祉学専攻の2専攻がある。受験資格には、洗礼を受け、キリストへの献身を明確にしたキリスト教信者と歌っており、加えて、キリスト教と3名の推薦状が必要となっている。そのため、学生、教職員は全員がキリスト教徒で占められている。卒業生は、牧師。 宣教師だけではなく、一般企業や福祉施設へ就職する者も,もいる。また、大学院設置以前は、国内外の大学院や神学校に進む者も,も多く、特に、併設されていた東京キリスト人学校への進学者が多かった。放送大学学園と単位互換協定を結んでおり、放送大学で取得した単位を卒業に要する単位として認定することができる。 留学生対象のコースとして、アジア進学コース、アジアンクリスチャンシオロジカル、スタディーズフォーイングリッシュスピーカーズ、イコール通称ワクツイエスを設置し、アジア、アフリカ、欧米等から多くの留学生が学んでいる。学生生活は全寮制を敷いており、留学生も日本人学生と同じ寮で暮らす。寮生活は、寮教育と位置づけられ、異文化理解。 コミュニケーション能力、社会常識が養われる。両教育の理念は、神を愛し、人を愛せよ。短大時代は、日本同盟、キリスト教団立の神学校だったが、現在は超教派プロテスタント数団体で運営されている。学部大学院大学院博士前期課程は、神学科の教会教職専攻と一貫した教育がなされており、 教会教職家庭後期とも称する、専行家付属機関ありがとうございます。